猫。長寿梅の猫です。はい。これ猫はこう鉢の中でぐる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 回ってるんですよ。はいはい。で植え替えの時にこういらない部分の猫を取っちゃった。それを取っておきます。はい。そうするとこれこういう螺旋状に巻いてるのと、はい、こういうカクカクってほう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 こういうのね、はいはい、こういうのあります。こういうのなんか最高ですよ。針金でかけてもこういう模様つかない。そうですね。で普通あの針金かけたらこう緩い模様ですからね、うん、こういうのがつけば、はい、あの完全にこう長寿梅らしい。なるほど。できますね。寝伏せ寝伏せ。寝伏せのやり方。寝伏せ。うん。根っこを伏せる。結構長寿梅でも、こういう風なやつって寝伏せじゃないと作れないんですよね。これは寝、うん、これは根上がりになってるからね。根上がり。ではないと思うんですけど。結構その、挿し木でやると、まっすぐ、ね。大体、なりますね。挿し木ばっかり。こういうほら、これだって、こういう模様が、うん。はいはい。自然な模様がついてるんですよ、これ。なるほど。これを、土の中埋めて、はい、ここから芽を出させる、うん、それが寝伏せってやり方。寝伏せ。これからやってみます。はい、お願いします。これに入れたんです。その底にこれ、これ、これに入れた。あ、これも剪定したんだ。じゃあ剪定した、これの根っこ、これの根っこ。大体ね、長さは このぐらいでいいかな、うん、根っこついてる。はい、こう切り。で私のやり方はこう針金かけるんですよ。これほうほうほう、あの固定させるために。しかも結構太い針金ですね。あ、ちょっと太いもっと細いんですよ。はいはい。あの上下上下ありますかね、はい、これ根っこのこっちが上ですから、うんうん、こっちが下、はい、これはこう途中で切ったからこっちが上でこっちが下、はい、こう逆さまにしちゃダメ、はい、こっち上から芽が出てきます。でこれにあの針金をちょっとかけて固定させるための針金です、はい、で植え替える時次の植え替えで、うん、あの芽が出たらこう針金外せばいいですから。なるほど。なぜこうかけるかこれこの鉢に入れます、はい、で網入れてあります、はい、でここに通す、通す、通してね、はい、これ土から出すのと1センチぐらい、1センチぐらい、はい、でこれ固定させる。ほう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 。普通このまま土の中入れるとあとあのバラバラになって、はいはい、植えられなくなっています。おこれ針金かけるのが一番いいやり方かなと。普通に根だけ埋めて土の中埋めてるだけじゃ出てこないですか。根の中に。あ、大丈夫です。それでも出る。だけどこれはあの1センチぐらいこう出すんですよ、土から。おだからここ揃わなくなっちゃうの、はいはい、針金かけておかないと、はいはい、なんで1センチ出すんですか。ここから芽が出るように。あ、そこから出てくるの。うん、ここから芽が出てくるの。へえ。全部埋めて出てこないかなと思ったから。なるほど。ただこのまま埋めちゃう人の方が多いですからね。うんうんうん。ただ頭すまないからね。これ結構深いのでやってますけど、うん、深い鉢、こんだけの長さあるから、うん、浅い鉢ちょっと出ちゃうから、あの土から深い鉢のです。小さく作りたい時とかって小さく作りたい時とかって小さく、うん、これだと結構高さ出るじゃないですか。あ、大丈夫。これはもうあと針金で小さく縮めていけるから。あ、その後に、うん、ただこの自然の模様っていうのが針金ではつかないですよ、絶対。なるほど。こういう模様が、はあはあはあ、こういう模様。確かに。これ根っこだからこういう模様がついてます。で、あ、これある人でね、こう中に石を入れていく人がいるんですよ、これ。石。石入れるとそこにぶつかって根っこがこっち行ったりこっち行ったり。ああ、なるほど。そういう作る人、あの長寿梅に植えるときにやる人もいます。
芽が出てきたらこういうふうに模様作られますからね。小さく作るんだったらこれでこう作れる。どのぐらいで取り出すんですか。半年ぐらいで出るかな。あ、もう芽が出たら OK、うん、あそこだったら去年の10月ぐらいにやったやつが、まあ、今年芽が出てきてるから、はい、このぐらいのやつで、うん、へえ。挿し木とどっちが成功率高いんですか。挿し木の方が高いと思う。ああそう。じゃあ結構出ない時もあるってことですか。ただ価値、出来上がった価値とか違う。挿し木だともう一本なんでね。そうですね。模様つけてからちょっと面白くないんですよね。そう、寝伏せっていうのがね、この模様が一番いいと思います。寝伏せ。これ長寿梅以外だとこれできるやつあるんですか。できるのあると思うんだけど、ね、これ以外やったことないから分かんないな。なんかバラとか野バラとかってそうですね。バラとかできんじゃない。同じ仲間だからね、バラはできると思います。バラはできそうな気しますね。土は何でもいいんですか。赤玉。赤玉なら、あとはあのバーミキュライト、あれもいいと思うよね。挿し木と大体一緒なんですか。水苔でもいいんですか。こう上に貼っとけばいいんだよね。あ、まあ、乾燥防止ってことです、うん。こうやってやるんだ。入ってるか。ちょっと水苔のっけとけばいいんですけど、今ないからこれで完成。はい、完成、うん、いやで、これで芽が出てくるの待つ、はい、いくつ出るかわかんないですけどね、うんうんうん、やってくと。ちょっと水やって、はい、楽しみですね、これかなりね、うん、あんまりついてないから水がスーッと流れちゃって、うんうんうん、水苔で薄くしたほうがいいと、はい、あの桑原さんのやつ見た。水あの寝伏せだったやつ、10月にやったんですか。そう、これ寝伏せの時期は、時期は今の時期でもいいし、はい、あとはあの秋の植え替え、はいはいはい、あの時、そうですね、10月に植えて、うんうん、ほうほうほう、こうや、確かに、こんなだからね、こう、これは挿し木だからほら、これ長寿梅じゃないか、違います、あ、これ桜だ、桜、うん。桜もいいな。こういう形が出てくるんだ。なるほどね、うん、これはやっぱ寝伏せでしか作れない。そう、寝伏せ。ここ去年やってた。これも全部そう。10月。あ、あとね、これもそうだ。これ寝伏せ。これなんですか。金雀花って、あの群れ雀ってやつ。あ、金雀花。出そうだな。これ寝伏せしてた。へぇ、1年経ってないからね。半年ぐらい、うん、去年の10月ぐらいだから。これはもっとやってたけど、これしか残ってないから。あ、そうなんだ、うん、こういうの、こういう模様が、これ挿し木っぽい、これ挿し木だな、直線、こういうのが寝伏せで、うん、ほら、このこの模様、うんうん、確かにこういうのは、あの針金でできないから。なるほどね、これ面白い、これとかね、あ、それもせっかくってなってたね、はい、冬に刺すと 30% ぐらいしか出ない、うん、今の時期はもっとつく可能性があると思いますよ。あ、なるほど。10月にやったら冬越すから、そうですね、その間風吹いたり寒さが来たりするから、ああいうとこ入ってればね、うん、いいけど、普通のとこ置いといたらちょっと厳しいかなって。そうです。じゃあ今の時期やればもうちょっと確率 50% ぐらいはつくのかな。もっといくと思う。もっといくかもしれないですね、うん、じゃあまだいっぱいあるんでみんなでやりますか。はい、一応これ、寝伏せ終わりました、はい、で本当はここあの水苔少し薄く敷いとけばいいんだけど、うん、今出すのめんどくさいんで、はい、ティッシュペーパー、ティッシュペーパー、これちょっと水かけます、はい、これ自然にこう落ち着くんですよ、うん、種まいた時にやっぱりね、こうティッシュペーパーをずっとかけておけば風で飛んでいかないから、うん、水苔の代わりです。切り口が乾燥防止ですね。切り口があの乾かないように、はい、一応これ、なるほど、これでやります。
ずっと乗っけたままで大丈夫ですか？ずっと乗せたままで大丈夫なんですか？あとね、あと大体ついたなと思ったら取っちゃってもいいです。あ、乗っけたままでも大丈夫ですから、ね、じゃあ数ヶ月突き破って出てくると思うから、 あんまり風に当てない方がいいから。わかりました。軒下に入れておきます。だからこう上に乗っけてるんです、はい、これは簡単。これは簡単です、うん、はい、皆さんもお試しくださいということでありがとうございました。はい。